はいこんにちはレトスノーノです6月28日の3問に入る前にご連絡をいたします短期集中実力アップ講座の値上げまであと2日となりました短期講座では法律知識ゼロからたった3ヶ月で合格した方もいらっしゃいますもしあなたが少しでも勉強したことがあるというのであればその方よりも 一歩も二歩もも二前にいます。つまり今からでも逆転合格は十分可能です逆転合格するためには効率よくまた要領よく勉強することが重要となってきます効率よく要領よく勉強するっていうのは覚えるべき部分は覚えて理解すべき部分は理解するこの二つをきっちりやっていくことが重要なんですね多くの方が覚えるだけでいいのに理解しようとしたり また逆に理解しなければいけないのに覚えるだけにしたりこのように非効率な勉強になってしまうんですねこれやっちゃうと一向に点数伸びません。そして弊社の短期集中実力アップ講座では問題集を進めるだけで1番と2番ができるように解説を作っておりますつまり覚えるべき部分と理解すべき部分を自分自身で考える必要はないんですねだからこそたった3ヶ月で一発合格していただいたんです 今からでも大丈夫です。本気で今年の合格を目指している方はお待ちしております。短期集中実力アップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。A から委任を受けた代理人 B が A の許諾及び氏名に基づき C を副代理人として選任したときは B は C の不誠実さを見抜けなかったことについて 社会通念に照らして責めに帰することができる自由であった場合、A に対し責任を負う。丸かバツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で答えは丸ですね。副代理人 C の不注意などによって本人 A に損害を与えてしまった場合、代理人 B が A に対して責任を負いますかっていうのが、まあ、質問内容なんですね。 で、この場合っていうのは、債務不履行のルールに従って処理します。え、つまり、代理人 B に、社会通念に照らして、え、攻めに帰することができる自由があった場合、これ言い換えると過失があった場合なんですね。ここが、ちょっと改正で難、改正点で難しくなったっていうのか、ややこしくなった部分なんですけれども、社会通念に照らしてっていう文言が、まあ、追加されてるんですよ。ただ、まあ、これについてはですね、もう無視していただいて構いません。ここの後ですね、 ま、これは改正前も一緒なんですけども、攻めに帰することができる。これは過失があるってことなんですね。ここで判断してください。もうここはね、読まなくても大丈夫です。飛ばしていただいても大丈夫です。社会通念に照らしてっていうのはね。気にせずに、こっちが重要ですね。攻めに帰することができる自由。ま、これ奇跡自由っていう言い方するんですけども、言い換えたら、奇跡自由がある、イコール過失がある。奇跡自由がない、イコール過失がない。という風に考えていただいた方のが分かりやすいと思います。 まあつまり、過失があった場合っていうのは本人に対して責任を負うよと。代理人 B は本人に対して責任を負うよ。過失がないのであれば代理人は本人 A に対して責任を負わないよ。っていう風に考えていただくと分かりやすいです。そうすると、この問題文を見ると、B は過失があったって書いてあるんですね。まあ、過失があったっていう風に直接的には書いてないけれども、ここ攻めに寄することができる自由。これは過失があったってことですよね。従って B は A に対して責任を負うということになります。よって丸ですね。 で今回、改正前の話はしてないんですけども、改正前の話っていうのはもう全然考えなくても大丈夫です。もしね、頭に入っている方は忘れていただいて、こっちを覚えてください。ただ、この問題、解けない方が意外と多かったんですよ。改正前の問題っていうのは。だから、おそらく覚え直しをするというよりも、これを初めて勉強するイメージで、まあ、覚えていただくという方が多いんじゃないのかなと思います。で、問いにですね、営業保証金の還付が行われ、 公検知事から営業保証金の不足額を供託する旨の通知を受けた場合、A は通知を受けた日から1週間以内に供託し、供託した日から2週間以内に公検知事に届け出をした場合、宅検業法違反となる丸かツかという問題です。で、答えは、これは宅検業法違反になりませんので、罰ですね。営業保証金の不足額は免許経営者から 供託すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に供託し供託した日から2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければなりませんで、今回の問題っていうのは1週間以内に供託しているのでこれ宅勤療法違反にならないんですねこれ単に数字を覚えている方っていうのはこれ2週間だから誤りって思った方もいると思うんですよつまり問題文は1週間になっているから誤りだってことですよね そのやり方をしてると、まあ、今回はね、罰と答えられたかもしれないんですけれども、いろんな問題出された時に引っかかっちゃいますよ。単に数字を覚えているだけだと。今回、ルールとしては2週間以内に供託しなさいっていう話で、今回1週間以内に供託したから違反にはならないって話なんですよ。そこをちゃんと理解してほしいんですよ。 そこを理解してない方が意外と多いんです。単に2週間じゃなくて1週間になっているからツだって答えている人って意外と多いんですけども、それやっちゃうと、この問題は正解しても違った問題で引っかかっちゃいます。しっかり流れをですね、頭に入れておくってことが理解学習なんですね。まあ、細かいことを個別で覚えるんじゃなくて、流れ、ストーリーとして覚えていく。でこれが重要なんですね。で、何を覚えるか。 よよりもどののうに勉強していくかの方がえずっと重要なんですねなので短期講座では、まあ、そういった内容をお伝えをしております、まあ、今回の還付の流れについても動画でですねお伝えしておりますので短期講座の受講者様は受講者専用のメルマガから内容をご確認くださいでは土井さんです都市計画を決定しようとする旨の広告があった時は関係市町村長の住民および利害関係人は 〇〇の縦覧期間の満了の日までに都道府県作成の案については都道府県市町村作成の案については市町村に意見書を提出することができますこの〇〇に入る期間を答えよという問題ですこれは縦覧期間の問題ですね縦覧期間はどれだけの期間あるかっていう話です都市計画を実現するためには住民の意見を聞かないといけませんそのための期間が2週間だという話なんですね これはもうこのまま覚えていただいて大丈夫です。で、初めにもお伝えをした通り、短期集中実力アップ講座、値上げまであと2日となりました。効率的な勉強ができれば、今からでもまだ間に合います。もう来年勉強したくない、今年で終わりにしたいという方は、動画の下の概要欄から、短期講座の内容をご確認いただければと思います。新たな受講をお待ちしております。レトスの小野でした。